はいよ、はいよ。じゃあ、熊おいで。うん、ちゃん。さあ、日曜日です。日曜日の朝が明けましたよ。はい。ポンちゃんはよくあくびのシーンを撮られるね。はい。はい。おいで。おいで。はい、朝の儀式でした。ジャン君、ジャン君も甘えに来たらいいのに。ジャン君、ジャン君、こっちから行きますよ。ジャン君が甘えないなんて変だよ。ジャン君、はい、来た。よいしょ。こんなとこに来たんですか。はい、いっぱいにゃんこ。はいはい。ポンちゃんも連れてこよう。はい、ポンちゃんも。はい、ポンちゃん。はい、ジャン君も朝の儀式でした。うん、だね。おくつろぎ中、失礼します。ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃん、さっきまでここに顎乗せてたんだけど。やってやって。ちょっと高いと思うんだけど。ねえ、ポンちゃん。そっちにするな。そっちにするとジャンク許して。いいね、ポンちゃん。うん、はい、日曜日の夕方、まったりした時間です。ジャンク、ポンちゃん。眠いね、この時間はね。眠いのか。眠いのかい、ポンポンちゃん。
ちゃんくん。はい。今日も、あれ？向こうで泣いてるね。今日ももう11時を過ぎました。そろそろお休みの準備に入ります。ジャン君とポンちゃんは晩ご飯を最後もらうのかな？お布団をそろそろ敷こうかなって思ってますが、どうですか？それと、ポンちゃんはなんか、ポンちゃん迎えに行こうか。一緒に行こう。行こう。行こう行こう。はい、はいね。よいしょ。さあ、今日は結構ゆっくりしたね。動画の方を少し作り始めています。というのもですね、あとどのぐらいかな、10日か2週間くらいでおそらくチャンネル登録者数が3万人ぐらい、あ、2週間じゃできないかな、来週7月いっぱいぐらいまでかかるのかな、ちょっとわからないんですけど、ペースがねまだわかりませんが、その時にちょっとしたお祝いができる程度の、ジャン君とポンちゃんの動画をちょっと今編集しているところです。まあ特にテーマがなくてですね、可愛いところを抜き出して15分ぐらいの動画にしたいなと思っていますので、よろしければその時見てくださいね。はい、じゃんくんおやすみなさい。